バンドのロゴをあしらったバックドロップペリフェリーは2005年に結成されたアメリカ合衆国出身のプログレッシブメタルバンド2005年ミーシャマンソーの個人プロジェクトとして始動。彼はメシュガードリームシアターのフォーラムおよび sevenstring.org への投稿や soundclick.com への音源アップロードと インターネット上での活動によって知名度を得ていた。バルブとは彼のペンネームである。2008年より他のバンドのサポートアクトとして公演活動を開始。このデビュー前の期間中、数人のボーカリストの変更を経ると同時にメシュガー直系の音楽性からより微旋律でアンビエント風の雰囲気を持った音楽性へと変遷していく。また、録音した楽曲を ライブでよりよく再現するため3人のギタリストを要する体制とした。2010年、スメリアンレコードよりデビューアルバム、ペリフェリーが発売されるが、このアルバム制作中に、ボーカリストはスペンサー・ソーテロへ変更。2011年、イカルス EP をリリースし、ツアーを続けるがギタリストとベーシストが相次いで脱退。ギタリストにマークをベーシストに アダムを迎えた。この年の10月にマークは、正式に、ペリフェリーに加入することになる。2012年、ペリフェリー2を発表。ミーシャが、インターネット時代から書きため、都度発表していたマテリアルを集大成したような、内容であり、サイドプロジェクト用であった曲までも含まれている。このアルバムの発売とともに、ベースのサポート、またアルバムのプロデュースも担当するアダムを、 正式メンバーとして迎えることを発表した。また、バンドは今後、ジャガノートと題されたアルバムを制作予定であり、これは全曲新規書き下ろしのコンセプトアルバムとなる模様である。2014年 EP クリアをリリース。このアルバムでは1曲目のオーバーチュアを除き、メンバーが各自で作曲したものがそれぞれ収録されている。 またこのアルバムは未だリリースされていない、ジャガノートとは関連性はなく、バンド側はこれを実験的なミニアルバムとしているようである。同年2月には、スクリームアウトフェストに、出演、単独公演も行い初来日を果たした。2015年1月に、戦術のコンセプトアルバムである、ジャガーノートアルファ、ジャガーノートオメガを2作同時リリース。これまでとは異なり、 メンバー共作というスタイルで制作されている。2016年には2に続くアルバム、p e r i リ e r y 3、Select Difficulty を発表。このアルバムからの曲、The Price Is Long は第59回グラミー賞でベストメタルパフォーマンス部門にノミネートされた。2017年8月、ベースのアダムが、 バンドの活動に十分に参加できていないこと、家族の時間や個人的な仕事の時間を増やしたいことを理由にバンドからの脱退を表明。この直前にもアダムはツアーに参加できない状況が続いていた。2018年には長年所属してきたレーベル、スメリアンレコードから脱退し、以降のリリースはバンドメンバーによって新たに設立された自主レーベル、 サンディオーティー・レコーディングスからされることが発表された。2019年、アルバム、ペリフェリー・フォー、ヘールスタインを発表。ミーシャ・マンソーは、デフトーンズ、メッシュガー、ベール・オブ・マイア、トゥール、シクス、上原・博美シェイン・ギブソン、ザ・ディリンジャー・エスケープ・プラン、ドリーム・シアター、アイオン・ディソナンス、ネバー・モア、ガスリー・ゴーバン、ビトゥイン・ザ・ベリード・アンド・ミー、上松信夫・信ブ デビン・タウンゼンド、オーペス、ポーキュパイン・ツリー、ゴジラ、マッツ、モルガン、リフューズド、ロン・ジャーゾンベック、ボビー・ジャーゾンベック、テクスチャーズ。リターン・トゥ・フォーエバー、ポール・オーティズからの影響を語っている。スペンサー・ソーテロ2015年左ホルコム右防衛2015年中、ソーテロ右ゲットグッド2015年、ABCD ペリフェリー、ペリフェリー、 マイナスキューブミュージック2015年12月6日、閲覧。AB ペリフェリーレビューズミュージック、ニューススプトニックムーシック2015年12月6日、閲覧。ABC ペリフェリーバイオグラフィー、オールミュージック、オールメディアガイド2015年12月6日閲覧。 http://geargods.net/features/periphery/http://amass.jp/32702sevens.org np np n d w e b 1 9 y a 2 0 1 4 h t t p s e v e n s t r i n g o r g ふうらむ アーティストレビューズインタビューズ28,505セブンストリング ORG インタビューミシャバルブモンスルペリフェリー HTML アバウトホライゾンデバイセズ2020年12月4日閲覧 http://www.myspac.com スラッシュペリフェリースラッシュブログスラッシュ 543507340https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ periphereiband スラッシュポスツスラッシュ 105430812905493https コロン スラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ tr ipelevisionjp、e e、ステータス42計3359兆949億107万1872ありがとうございます